カジュアルさん絶対フォローしてくれると言ってたよ、自分がもうレシーバーでなんか確かに、うん、最強のアタッカーですもんね。コートの中に入れる気ないんだもん、ヒカルさんって多分もうあんまり喋ってない。太田さんのこと太田さんのことヒカルさんって言って走るんですよ。確かにあんまりですね。太田さんヒカルさんって言って初めてですよね。いやヒカルさんはもうすごいですよ。いや、ユージさん、ユージさん呼ぶ、ユージさんね、片玉の片役みたいな、セフィロスみたいな。でもちょっとワクワクするかもな。いやー、多分結構揺らぎます。めっちゃ笑ってるやん。片玉いじらないし、別にこんな関係なんもない人間が。あのツッコミ聞きたいもんな。いやー、聞きたい。お前が言うなよお前誰なんだよ、言いそう、言いそうじゃない。俺もね、黙れチビって言いたい。そうそう、誰が片玉だよ。黙れチビって言うの。ダメなんすか。ダメでしょ。黙れチビは絶対あかんやん。俺想像してるだけで今緊張してるから。そうそうね。でもね、正直僕からしたら怒られたら怒られたら美味しいんですよ。爆笑問題ガチ切れってニュース出たら美味しいんですよ。今のところ美味しいのはあなただけなの。そうですね。爆笑問題さんの話してから梶原さんめちゃめちゃ下見てるんですよ。でもそれを美味しくさせれるのが梶原優太じゃないですか。うわー、最近嬉しいわ。やろうかじゃあ。うわでもそういうヒリヒリするやつもたまに挟んでいきましょうよ。確かにね、まあ、梶原さんいる意味ってそこにあると思うんですよ、うん、芸能人を持ってこれる可能性があるっていう、うん、可能性がね。実装の次俺でちょっと下がっちゃってるんで、ここでぶち上げましょう。ヒリヒリのやつお願いします。ヒリヒリのやつね。ヒリヒリのやつ次回次回っす。まあだから出しますから、約束します。オファーは出します。うわーすげえね。これはもう決定で誰でもいいからヒリヒリすると来てほしいな、うん、あちらもある程度もちろん知ってますよね、多分ヒカルのこと。絶対知ってると思 う、ね、YouTube やってるってことは。で僕も一回楽屋ご挨拶させていただいた時に YouTube やってるねって言ってくださった。ああ、やっぱ知ってはいるんですよね。知ってるとは思う。他でもね、確かクリームシチューの上田さんとやってたりとか、はいはい、多分上田さんとかいつか絡みたいな。すごいです、レジェンドですよね。レジェンドですよ。そういうのもやっぱり僕たちのレベルが上がればできるようになるかなと思うんで、レベル上げていかないとダメです。そうですね、はい、太田さんの時にちょっと俺裏でいいんでちょっと呼んでもらっていいですか。いやだから一発目2章でしょ、はい、でトランジスター、はい、で奇跡的に分かんないですよ、太田さんが来てくれた、はい、その次もう一回来てよトランジスター。いや、2回目っす。さようなら。